動画は、両方要領をよく守り、チャンネル登録と高評価を押してからご覧ください。いやいや、どなたでもお気軽に見ていってください。マリサ、綺麗事じゃ登録者伸びないのよ。面白い動画作ればいいだけなんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況、楽しく遊んでいきましょう。今回は、いいねランキングの難しいのを、なんか柄選んでいきたいと思います。ドンキーコングと溶岩ロープジャンプ、立ち早さん、出ましたね、噂のあの人のコース。クリア率 4.8%、早速遊んでいきましょう。クリアタイム見るの忘れちゃったな、結構長いのかな。うわっ、うわっ、同じかな。うわ、ちょっと違った。うほうほ、違いがわからないけどね。こいつはうがーって感じかな。まずはなんだっけ、ドンキーコングなんとかばかり。どうしよう、下が溶岩、溶岩ではないけど、こうやって進んでいくってことだよね。うわー、これ多分アミーボのまんまじゃないとダメなんだろうなと思ったけど、意外といけると思ったけどダメだった。ほい、どっかで補充できない。どの辺で当たれば勢いよく飛べるんだろう。上の方でジャンプ開始していいみたいだね。さて、これアミーボじゃなくなってるけど大丈夫なのかな。この辺でギリギリでジャンプしてみます。ほい、あ、やっぱりそれがいいみたいだね。この辺のタイミングは難しいな。いい感じだ。うほうほほ、ここどこでジャンプする？ここだ！あー無理かー。今だ！今でした。そろそろアミーボの補充とかあってもいいんじゃよ。これ怖くない？うほほ。ここだ！うほほ。次は？三連プクプク、うほほ。ファイヤーバー来たけど、ここは勢いで行ったらダメだよねー。三連プクプクが行った直後。ここもね、なんかご利用してなんとかなった。次もう一回出てきたんだよね、さっき。ここら辺。よーし。次は、何にもないね。オーケー、中間ポイント。やったね。結局前半戦はほとんどゴリゴリできてしまった。さて、何のアミーボでいこうかな。浮き。上に伝わ、おーい。ハンマーボロスがいるよ。こいつらの攻撃を避けていくのね。余裕じゃん。ここです。ほらー、落ち着いて。ここです。よーし、完璧。怖い怖い怖い。これは一気に登らないとダメ。当たっちゃった。またゴリゴリになるのね、結局ね。これはあれだよね、あいつらが襲ってくるから。っていうか、どのタイミングで飛べばいいんだ。パックンが上にいる間かな。おし、いけた。はい、さっきやられたエリアまで戻ってきましたよ。ここだ。よし、完璧じゃない。これでアミーボの補充かな。ということは1回はゴリゴリで来れるってことだね。今ゴリゴリ前提で考えてたら何もできないんで、ゴリゴリはしないでいくけども。ここだ。よし、ダメだった。ちくしょうめー、ゴリゴリ失敗。結構でもいけちゃいそう。ここです。ここが難しいね。今でしょ。全然違った。うわー、意外とワンワン残るのね。この辺、よーし、よーし、よっしゃ、中間ポイント、安定のゴリゴリ。さて、アミーボ状態で挑む今回のボスはどんなボス？これ全部乗っていくのか、面白いね。これもある意味コースター系ステージって言っていいのかな。こんなの初めてだ。マリオメーカーもう2周年ですけど、本当にいろいろなことができるんですよね。あっ、今なんで手が滑ったよ。猿も草から落ちる。
よっしゃ、突破してきた。これ最後にファイヤーフラワーが降ってくる。さてどうなるどうなるどうなる。降ってこないんかーい。なるほどね、ツタが降ってきた。いや、面白い講師でしたね。ああいう風にバネを使うこともできるんだね。ドンキーコング系のステージいっぱい遊んだけど、一番面白かったかもしれない。さすが草花さんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。さて、今日はもう1コース遊んで終わりにしたいと思います。今回も初代マリオのスキンですね。ロックマン&魔界村 BGM プチアクションカーヤさんのコース。クリア率 12%、武士とクリアタイム39秒遊んでいきましょう。演奏系のコースにアクションがついてる感じかな。それでも難易度難しくて入ってきてる。色あせた記憶が紅白の頭にウルトラマンウルトラマンセブン。魔界村は遊んだことあるんだけどね、音楽は覚えてねえわ。怖い怖い怖い。さっきのロックマンの方がよっぽど簡単だ。あったね、こんな音楽。リズムよくジャンプすればいけるようになってたわ、今の。面白い。ここはダッシュ、完璧。素晴らしいコースだね。やっぱりカーヤさんのコースもランキング1位に入ってくる。ロックマン&魔界村 BGM プチアクションカーヤさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。200回記念の動画なんですけれどね、ちょっとまだ撮影できていないので、今度スペシャルということでアップさせていただきますので、その時はよろしくお願いいたします。というわけで、チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。